歩書きの教科書と外ばかり見てる俺、超高層ビルの上の空、届かない夢を見てる、やり場のない気持ちの扉破りたい、校舎の裏タバコを吹かして、見つかれば逃げ場もない、しゃがんで固まり背を向けながら、心の一つも渡り合えない、大人たちを睨む、そして仲間たちは今夜家出の計画を立てる、とにかくもう学校や家には帰りたくない、自分の存在が何なのかさえ分からず震えている、銃場のように、ルースのバイクで走り出す、行く先も分からぬまま、暗い夜の帳の中へ、誰にも縛られたくないと逃げ込んだこの夜に、自由になれた気がした十五の夜、冷たい風冷えた体、人恋しくて夢見てる、あの子の家の横をさよならつぶやき走り抜ける、闇の中ポツンと光る自動販売機、100円玉で買えるぬくもり、熱い缶コーヒー握りしめ、恋の結末もわからないけど、あの子と俺は将来さえずっと夢に見てる、おお大人たちは心ステロステロと言うが、俺は嫌なのさ、退屈な授業が俺たちの全てならば、なんてちっぽけで、なんて意味のない、なんて無欲な十五の夜、よう、盗んだバイクで走り出す、行く先もわからぬまま、暗い夜の帳の中へ、覚えたてのタバコを吹かし、星空を見つめながら、自由を求め続けた十五の夜、盗んだバイクで走り出す、行く先もわからぬまま、暗い夜の帳の中へ、誰にも縛られたくないと逃げ込んだこの夜に、自由になれた気がした十五の夜。